光ガラスが秋田に工場を建設したのは昭和50年でした。このきれいな空気と水の中で育った秋田の人は口数が少ないのですが、とても真面目で粘り強い人ばかりです。そんな秋田の県民性が我々のものづくりには生きています。光ガラスが発展することで地域の活性化にも大きく貢献しています。これまで光学ガラスの品質規格はこういうものだと思っておりましたので、正直厳しいと思ったことはありませんでした。光学ガラスを生産している会社は世界的にも数社しか存在しておりません。それだけ他社が踏み込めない技術やノウハウが詰まっております。例えば光学ガラスを生産する設備は自分たちで設計し、自分たちで組み立て、自分たちで修理もします。そういったスキルがあるからこそ、ニコンの要求するスペックを満たすための装置改良や改善ができるんだと思います。携わる社員はレンガを積ませれば専業の関係者にも負けず、ガラス業界に必要な白金ルスモの取り扱いでは職人にも勝ると思っております。変わる時代に変わらぬ基本、光学ガラスから一貫して光学機器の生産をしているのはニコングループだけです。ものづくりを続けていかないと真の技術者は育ちませんし、改革もできません。そんなスピリットを持った集団がニコンであり、私たち光ガラスだと自負しております。ニコングループは光学ガラスの開発から最終的な光学製品の完成までを一貫して行う世界的にも数少ないメーカーです。ニッコールレンズの高性能化のために厳しい仕様の光学ガラスが求められる中、品質光学を導入し、技能の技術化、汎用性のある製造技術を確立させ、ものづくり力を向上させています。設計部門と連携してお客様にとって最高のニッコールレンズを支える縁の下の力持ちとして、高品質な光学ガラスを開発して供給し続けています。光学ガラスの製造はニッコールレンズの製造における一番初めの工程となります。ここで不具合があっては最終製品だけではなく後工程の製造作業に大きく影響します。そのような重要な工程だからこそ、生産ステップごとに厳しい検査やチェックを重ね、たくさんの人の手を介して高品質につなげています。特に光学ガラスは製造条件によって品質が左右されるデリケートな性質を持ち合わせておりますので、日々の品質変動に注視し、生産職場や技術職場との情報共有を大事にしながら安定的なものづくりに励んでいます。また高精度保証の面では、ニッコールレンズの厳しいスペックを満足するためにカメラの性能に大きく影響する屈折率を下6桁で保証しております。ニッコールレンズを使用されるすべてのお客様が最高の瞬間を撮影できるよう、精密な測定と丁寧な検査で品質維持に努めています。